令和チャンネルダンジョン。この企画はあれこいつガチスカにして食べたら美味しそうじゃないと思ったもさをガチスカで起用して本気でウィニングイレブンする。最近2、3日チンカスを貯めて一気に洗い流す遊びにハマっている令和チャンネルによるガガチンガ企画、それが令和チャンネルダンジョン。それでは早速呼び込んでいきましょう。今日のチャレンジャーはこいつだ。チャレンジャー登場。目の前のタスク全部達成、点数満点、お前はフェイク残念、俺が弱いってメイクさってチェックマイネン、ブルーのフェルナンデス、寝起きブルーのフェルナンデス。現在マンチェスターユナイテッドに所属しているポルトガルを代表するミッドフィルダー。プレミアリーグ屈指の高い技術はもちろん、献身的なプレーでピッチを駆け回る姿はまさにブラック会社中堅社員。全国の社畜から熱い支持を受けている彼。そんな彼は一体どんなプライベートを過ごしているのか、本人に直接聞いてみた。朝起きてご飯食べて支度して友達と遊んだ後家帰って飯食って風呂入って歯磨いて寝てます。はい、普通のフェルナンデス。さあブルーのフェルナンデスよ、持ち前の高いスキルとでっかいゴーを武器にガチスカの座をかっさらえ。というわけで今日はブルベルだーチンコということでですね、まあ今日はブルーのフェルナンデスオフェンシブミッドフィルダーぶち込んで試合やってくるんやけど、なんでブルーのフェルナンデス急に使い出したよっていうね、罵詈雑言が聞こえてくるので、それにお答えすると、まあやっぱりこのフォルランという人間の存在がでかいと、まあこいつが来たことによって、まずセンターフォワードから鋭いパスを出せるということで、オフェンシブミッドフィルダーに2列目からの飛び出しをぶち込もうと。で、いつも通りクライブを手に取ろうとしたその瞬間にマッターがかかって出てきたのがこの男、ブルーのフェルナンデスなんですね。なんです、なんですってからヒルナンデスみたいになっちゃいましたけど、まあこいつとにかくパスがうめえと、まあマスターオブセレモニー完璧なマスターで後藤テレモートなわけですよ。まあボールをガンガン回してからゲームを展開することもできれば、自分で前に出てからシュートを打つこともできると。それでですよ、私考えたのは、まあだからフォルランからボールを受けてシュートも打てれば自分で回すこともできるし、フォルランも自分で打つことができれば回すことができるっていう、まあ、このダブル MC システムで得する人損する人やっちゃおうという、そういう作戦でござる。というわけで早速キッズにジェットシーぶっかけていきたいんですけど、いいですか？ありがとう。じゃあうんこしてきます。で、なんか俺冒頭喋っとる感じだったらまだフォルランの隣選手権やってない名残？なにこれ、隣選手権のついでみたいな感じになっちゃってるんですけど、あくまでそうではございません。今日はもうガチで勝ちに行きますってか、歴のレーティング見るの忘れた。まあ高いか低いか知らんけども、俺の前にいる人間は全員ジャリーボーイだ。踏み潰します。行きましょう。あー、ターマンコから血が、まずいわ。もう限界よ、ターマンコは。買いました、ありがとうございます。うーわ、てか待って、これなんか誰か紹介しとったら忘れた、一平か。くっそ、一平の息がかかったやつは大体めんどくせえ。でもお前は一平ではなく二平か三平だ。大丈夫、殺せる。マジで全集中、水の呼吸で進歩からおしっこビャーって感じですね。行きましょう。あお、奇跡的な相手の雷の呼吸行きましょう。これは鬼滅キッズ同士の激しい戦いになりそうだ。マウント取るぞ、行きまーす。ビエラ、これサイドで、マーノルドで一気に立て行くわ。さすがに無理かなと思うけど、ルンメイゲなら何とかしてくれるはず。あー、神、あー、まあ、守備から入るかとりあえず。まあ、でもセンターフォワード二人と、これなんかそのオフェンシブミッドフィルダーのこいつ、これがうざいってことは分かっとるから、そこだけ気をつけとけばいいんだろ、バーカめ。ディエゴホルランで右足ブンブン振りましたか、やめようぜ。それ見習います。僕やります。行きます。で、部屋から一気にフォルランで、ここで、まあ、ブルベル使いたいけどまだやな。ブルベルのタイミングここじゃない、ここだ。フォルラン、ブルベル、それ、いや、ルンメニキが、いや、結果的にブルベル高橋です。曲がれないです。いや、ちょっとブルベルのボールもらう位置が悪かったな。もうちょい高い位置で取るとったらワンチャンあった。よっしゃ、完璧。一回ケツを向けることによって、このなんか相手のルンメニキを油断させると甘いね。野原慎之介だと思ったが違うぞ、それはソルキャンベルだ。フォルラン来た、フォルランによるラン、いや完璧なラン、ランのゴンが来たマジでフォルラン超えて無線ラン最強。いや、ソフトバンク、ドコモ、au も真っ青の完璧な無線ラン走りました。ありがとうございます。フォルランがボール持ってこっち、うまい。何が？わかんない。お弁当が、ブルーのフェルナンデス。あ、いいね。これ、打ちたくね？ちょっと。どう頑張れ、頑張れ。あ、いい、これ、ネチドリブルしてから、うわ、粘着系男子、きっしょ。ボール持った後、ツンツンみたいな、揚げ足取りの王様。俺、王様。やばい、あ、ナイス。あ、カマフィンガが新客。で、ペナルティエリアは実家やと思え。守れ、全力で実家は。実家だけは守れ。よーし、ナイス、カマフィンガ。は？おい、止まったぞ。
あ、よしよし、オッケーオッケー、なんか軽くウォークしとるけど、ちょっと、あ、なんか重くなっとるわ、よう分からんな。ナイス、ルンメニゲで、俺はここで奇策に出る。いけ、やらせろや。そうで、ビエラがボール回収して、まずはボール回収落ち着かせて、そう、落ち着かせた後にそっからはしゃぐと、ベッカム、あ、ベッカムちょっとトラップがいやらしすぎるわ、さすがに。何やの、フェザータッチ、マジでスローセックサーか。え、ソロキャメル、スローセックサーって何や。スローセックスをなりわいにしてる人、スローセックサー。よっしゃ、ナイス。ダメだろ、あ、これ絶対マンコ。あ、ラッキーマンコ。これはラッキースキベ超えたラッキーマンコです。あ、ちょっと待って。いや、これきついわ。うん、ラッキーマンコ。あ、バットマンコ。ベッカム立て。そう。で、ブルフレ、これ一発でワンパ。いや、スルーパスだ。ここ。そうそう、ルンメニゲ勢い殺さないような美しいスルーパスで、あとはルンメニゲさんの毒力で頑張ってほしかったんですけど、無理。ベッカムの後ろ、うわ、マジか、これは完全にやられたパターンですよね。ほら、お願い許して。ああ、優しい人だ。優しい人だ。あなた優しい人ですよね。もうめちゃめちゃデヘア喜んどるわ。あー、みんな行ってる行ってる、あいつ来るよ、こいつ来るよ。はい、わかってる。アーノルド、もう一回、もう一回。えが、おっさく、おい、カーソルおかしいぞ。こっちこっち。キャンベル。キャンベルじゃないわ、それ。ルンメニキじゃん。どういう間違いや。ナイス、ビエラ。パエラって誰？で、まあ僕が考えたわけですよ。なんかブルーノ・フェルナンデス若干空気になっとるなと。それなんでかっていうと、まあブルーノ・フェルナンデスはどっちかっていうと、ダメな男に対して頑張って尽くしてしまうタイプの女と一緒だと思うんですよ。まあ相方とかね、周りの人たちがダメだったらそれをなんかカバーしようと頑張ってくれる 120% の力を出すことができる、そんな男なんですね。ということで、ダメな男連れてきました。こいつです。アントニー・マルシャル。これ現実世界でもどうやら、マルシャルが決意を起こして、ブルーノ・フェルナンデスが服っていう、その需要と供給が成り立ってるらしいから、これは一回マルシャルぶち込んでブルノ・フェルナンデスの本当の力見せてもらいましょう。で、ディエゴ・フォルラン、そしてマルシャルだ。いいぞマルシャル。うん、お、そのボールタッチ神、いいぞ。ドリブルも結構しやすいな。なんかマルシャルが普通に使いやすいわ。お、ベッカムの前にボールが来たということは何ですか。コントロールカーブです。いやー、でもカウンターに備えろっていうか、これはもう無理だろ。もう完全に囲んどるもんね。絶対余裕、絶対ボール取った。もう無理。この状態から一体どうやって攻めるんですか。やられた、嘘、危な。さあ来いよ、弾いてやるぜ。弾けろ。そういう攻めのうち1点取ったかと。ブルフェリー行きましょう。ブルフェリーにパスを渡す。行っとらんやけ。あー、ちょっとその横を通り過ぎていく。まるで恋愛だ。カーミンが。いや、取りたかった今の。てか取っとんじゃん、これ。なんやこれ、もうバグに近いだろ。おい、バグに近い、ちょ、バグやん今のは。キャラクター変更の余地なしはきついわ、それは。なんで俺ビエラしか使えんの。三国無双みたいになっとるやん、クソ。俺の力だけじゃ何ともならないんだ。頼む、カーソル、オラに力を分けてくれ。ベッカム、ブルフェリー。うん、まきり。なんだ、いや、遅いな、出すまで。なんや、今のなんかパス出すまで。よーし、パス出しちゃうぞ、みたいな時間。あ、やばいって、これカウンターにぶちかまされてるやん。立て立てて、まだ時間ある、まだ時間ある、全然まだ時間あるから。4分ある、4分ある。やめろ、バレるな、ブルベレ、こっち。ナイス、絶妙じゃないパス。ちょ、待って、ブル。あれらがブルベレが前よりもなんかへちょい。あ、何やった、お前ら、遊ぶな、バカども。おいな、意外がちょ、もう。ということだったんですけども、ちょっと弱くない？プレミアリーグ学園高等学校の時はさ、なんかもっとキビキビパス出して、裏バンバン抜けてからシュート打ったりとかしょったよ。お前もしかしてあれか、なんかその周りが弱かったら俺がやってやるよって言うけど、周り強かったら黙り込むみたいな、そういう感じ？あれか、お前、うちの実家の犬か、お前、なんか家族でおる時はワーワー言うけどさ、動物病院行ったらなんか黙り込むみたいな。ちょっとブルベレもっと積極的な飛び出しとか、なんかキビキビしたパス見たいんですけど、まあその理由の一つにもしかしたらこれがあるんじゃないかという可能性があるんで、それ潰していいですか？それがこれです。せーの。はい、これですよ。そう、マンチェスターユナイテッドの服着せちゃおうかな、みたいな。まあ、これによってブルーノ・フェルナンデスが強化されるわけじゃないんやけど、まあ、ちょっとバイブスの足しにしてくれればいいかなと思ってやらせていただきました。それでは行きましょう！だからそういうところもちゃんとブルーノ・フェルナンデスをうまく使えてなかったっていうところが、ちょっとさっきのなんか火力不足の原因になってたと思うんで、まあ、使えるものすべて使って、利用できるものすべて利用して、次は勝利をもぎ取っていきたいと思います。どうも、影山レイジです。行きましょう。うわー、やったふざけんなよ、お前。服着せて遊んで終わりか、お前。リカちゃん人形か、お前は。おい、やめてやめて。うわ、絶対アイドルルンメリケ。うわ、これはもう無理。これはもう降参お手上げ。ルーブルフェルナンス。そう、縦パス。そう、縦パスの精度に関しては間違いないもん持っとると。で、フォルラン、一回下げてブルフェル、するます。ちょ、待て待て、ちょ、ここで冷静になられるかどうかで男が女か決まる。俺は男だ。落ち着け。ん、ここ、あ、違う。ここ一気立てだ。ブルーのフェルナンス、カット。ん、で、ルンメリケ、ダブルタッチ、一回やって、ここするパス。いやー、待って、ブルベレ使えって言ったやん、さっき。なんでそんな、すぐルンメニゲしようとするの、お前、マジで。マジそれやんだ、マジ。マサラタウンのサトシで言うところのピッピカチュウって感じになっちゃってる、ルンメニゲが。おい、ちょっと待て、ビエラ。ビエラ、変な切り返しやめ。うん、ベッカム。うん、俺ら。できた！ブルベレ！ここ！出てパス！いいパスだ、ブルベレ！冷静に落ち着いたパス！しかし、
シュート至らず。いや、ブルベル、そうそう、つっつくのが大事。この粘着質の高いところがブルベルのいいところ。で、ボール取って、ベッカム。待って、そんな根幹は入らない。そんな根幹で大丈夫じゃない。いやー、やっちゃった。2点サクッと取ってよ。認識持ち帰ろうや。落ち着いていけ、落ち着いていけ。しっかり守備する。こう、カマミンがさすが。今のはマジでぶっ飛ぶレビオーサ。ほら、ここブルベル。そうだ、マルシャル完璧。ブルベル、マルシャルのホットラインが効きまくり。うわそれは激アツ展開。やっぱり友情、努力、勝利のような結局ウィニングイレブンってジャンプヒーローズなんですよ、彼らは。これラン、いやミスった感じで。でもベッカムのワンパが光る。マルシャル、これ一回ボールキープ。そうそうそう、でフォルランがなぜかボールをスルー戦争をやめた。武力放棄、まさかの日本国万歳。ベッカム、ここマルシャル行こうぜ今の。あ、ブルベル、いいとこで。ナイス、ベッカムじゃなくてビエラ、ごめん、名前間違えて、本当にソーリー、ヒゲソーリー。あ、待って、ベッカム、ブルベルだ。いや違う、フォルランじゃない、すぐフォルラン行くな、お前。ちょっと待って、これ裏食っとるな。よっしゃ、ルーベンディアス。あー、後方からのルーベンディアスに気づかずに薬を飲まされて若返るぞ、ブルベル。うん、はい、マルシャル頑張れ、ブルベル追いつかれる。いや、ビエラ背負え。いや、もう余裕でやられてるわパソコン部対サッカー部みたいな徒競走やめてくんね。ちょっと絶対こっちやんな、分かっとるよ、分かっとる、分かっとるよ。え、出てや。あー、うん、ほらブルベル、そうここだ。いや、じゃあ、あらば行くか行かんか迷うな、中途半端な軟弱系男子め。センタリング来いよ。もうそのセンタリング行きますみたいなスラッシュ取った。お、問題ない、問題ないやろ。はあ、こいつ成功。まだ時間は十分にある、やれるさ。ブルベル抜けた、いけブルベル。そういうこと、それこそキャプテンだ、それですよブルーベレさん。マイゴルタグでボールひんどってからシュートぶち込む。素晴らしい、もう強盗団団長、お前はクロロルシルフル今日から。間に合え、やった、落ち着け、やめろ。うわ検証結果撤回以上。